は運営さんから連絡がありまして、ほぼできないんじゃないかと。ほぼね、ほぼないんじゃないかと。申し訳ないですけど皆さん、選手、多分400人ぐらい出ると思うんですけど、選手全員計量するんですよ。選手全員計量するんです。まあね、まあ何が、なんで連絡あったかっていうと、昨日の、なくなるかもというか、まあ見てください。こちらですね。昨日の枠のチャンネル、枠っていうね、過疎中の YouTuber のチャンネルの、文字起こしをしてくれた方がいらっしゃったんで、それに基づいて、お話ししましょう。運営に謝罪もクソもないです。はい。僕、オーディション出て、運営さんと話してます。はい。両運営さんとお話ししてます。非常にいい方たちでした。はい。そこでね、お互い誤解も解けてますし、はい。非常に良くしてくれる運営さんでした。はい。それだけです。はい。運営に謝罪もクソもないです。はい。申し訳ないですけど。で、いきます。じゃあもう出しますよ、どんどん。はい。それ文字起こししてくれたんですけど、こちら、はい、ドン。はい。うわー。豆山、だって全然話ちげえんだもん。全然話ちげえんだろ。もともとの話がちげえんだと。84からって話も、なんで84キロかって話も、全然相手に伝わってねえし、伊藤さんが適当なことやってっからこうなるんだよ。ふざけんじゃねえよって話だから、ねえ。丸々ジムも会長が適当なことやってんだろ、ふざけやがって。ムカついてんのは、だよ、こっちは。まずこっから、話していきましょう。でまずね、別に全然何キロでもいいですよ、もう。全然何キロでもいいです。ただね、体重測定はしなくちゃいけないんですよ。皆さん、体重測定はしなくちゃいけないんです。絶対体重測定はしなくちゃいけないんですよ。こんなのはね、もう常識というか、体重測定はみんなするの。ね。話が違えんだっつっても、俺70、ね、今2キロ。72キロです。で、78。じゃあ、100って84でいいっすよ。84で OK。84で OK です。OK なんすけど、別にさ、いいじゃん。伝わってねえしで、じゃあ伝わったことにしましょう。だから頼むよ。やろうよ。もう、ここまで来てやらないなんてないから。ないよ。みんな測るの？体重計には乗るの？ね？ね、乗るの？わかる？でね、続けます。だからさ、ムカついてんだよ。俺、伊藤さんと喧嘩してっから。すごいね。伊藤さんと喧嘩してっから。お前が用意した舞台なんだよ。わかる？もともと。ね。あなたが用意した舞台なの。そう、体重測定しないでいいと思ってる豆山バカって。ほんとそうなんですよね。ね、一応するんですよ。無差別級でも、ね、何キロ以上差があると危ないからっていうので、運営も、必ずさせます。それはもうどこでも常識です。はい。ね。大丈夫なのと。西山と話が被り聞き取り不可と。それ言っちゃっていいのみたいな感じで出てたみたいです。ね。関係ねえからそんなもんと。関係ねえじゃんと。よく言いますね、これ。関係ねえじゃん。だから俺、軽量出ねえからって言ったんだよ。だってあいつ言ったじゃん。軽量に出るんだったら、あいつなんで軽量にね、全案。なんかその時、バカにしたいからって言ったじゃん。そりゃ軽量失敗したらバカにされるんだろ。これ、皆さんわかりますよね。計量できなかったら試合負けだけど、別に、体重計乗るだけであなた合格です。バカにされるでしょ、そりゃ。そりゃバカにされるでしょ。ね。あ、カマさんありがとうございますね。すぐ行っておきます。横川くんの増量と仕上がりの写真を見ていただいております。見た目が全然違いますよね。もし、仕上がっていない状態でコンテストに出たら、みんなはどう思うでしょうか。そもそも、舞台に上がる資格がないと思われます。けれども、今回は大関さんの優しさライセンスにより、体重は何キロでも良い。ただ、怠けていたことは観客に評価されるのは至極当然とおっしゃっております。言葉で少し誤解を受けたかもしれませんが、どうかリングに上がってほしく思います。それに、体重測定をしないと、万が一の場合の保険が下りない可能性だってあります。危機管理を怠ったとなれば、大会自体が危ぶまれることとなります。そういったところは、譲歩いただければと思います。